ピードっていうのはですね、ウイスキーのね、燻煙香、スモーキーさを付与するのにね、重要なファクター、原料でして、泥炭、泥炭ですね、泥炭、もしくは草炭、草炭というね、長年蓄積されたピートっていうのは、成分的にはですね、フェノール化合物およびポリフェノール、ポリフェノールおよびフェノール化合物によってですね、構成されているというふうに言われてますので、はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長部、塾長部、お酒、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回ですね、お酒の塾長がですね、様々な飲み会とかねに同席させていただいたり参加させていただいたりするときに、よくご質問いただく内容、よくヒアリングされる していただく内容をですね、シンプルにですね返答していこうかなと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。今回はですね、ウイスキーの話になったら必ず出てくると言っても過言ではないかもしれませんよね。過言ではないかもしれない、ピート、ピートっていう風に、何ですか、ピートとは何ですかっていうことのね、返答をさせていただこうと思います。ピートっていうのはですね、ウイスキーのね、燻煙香、スモーキーさを付与するのにね、重要なファクター、原料でして、泥炭、泥炭ですね、泥炭、もしくは草炭、草炭というね、そういうね、泥の炭、泥炭、それがピートなんですね。地層です。土のところにですね、積み重なってる。それこそね、数センチぐらいね、積み重なるのにはですね、数十年、百年ぐらいいるっていうぐらい、非常にね、歴史、昔からね、積み重なってる地層の一つがピート。厳密に言うとですね、植物とか土とかですね、それがですね、積み重なってですね、地層になってるっていうもの。それがね、ピートっていう風に思っていただいたらよろしいですね。で、そのピート自体をですね、ピートカット、カッティングして出してですね、そして乾燥させる。乾燥させて、それを火に燃やすとですね、火で燃やすと煙が出るんですね。煙が出る。昔のね、ヨーロッパはですね、木材の薪、薪の代わりにピートを燃やしてて、熱源、光源にしてたっていうから重要な原料なんですね。で、実際、ウイスキーにどのようにね、ピートを使うかというとですね、大麦麦芽、いわゆるモルトですね、モルトをいぶすとき、モルトを煙でいぶすときですね。その時にですね、厳密に言いますと、大麦から、バーレーからですね、大麦麦芽、モルトに変わる時にですね、火をいぶす工程、プロセスがあるんですけど、その火をいぶす工程、麦芽、モルトにですね、火をいぶす工程にですね、そのピートの煙を付与すると。そのピートが燃えるとですね、いろんなね、スモーキーな香り、煙ですね、まあ、焚き火とか枯れ草とかですね、石炭、あとは溶土臭とか薬品臭とかね、いろいろ言われるんですけど、そのような香りがですね、ウイスキーの原料であります大麦麦芽、モルト、モルトに付与されてですね、モルトが完成する。それによってですね、そのピート香で炊かれた、ピートで炊かれたモルトを使ったウイスキーはですね、スモーキーな香りがするというね、そういう原理というふうに持っていただいてよろしいんですね。で、ピートっていうのはどういうものかというとね、詳細を申し上げますと、地層みたいなもんなんですけど、泥の炭なんで、そうなんですけど、植物とか土がですね、経年にですね、ゆっくりゆっくり積み重なったもの、積み重なったものですね、それこそ数センチぐらいはね、数十年から百年ぐらい経たないとね、積み重ならないって言いますよね。プラスアルファですね、その積み重なるにしてもですね、土壌微生物、土にいらっしゃる微生物が分解できない環境、土壌微生物がいるとですね、植物がね、何でしょう、腐ったりとかしてもね、分解してそのまま土に帰って、普通の土に帰ってピートにならないんですね。土壌微生物が分解できないような環境にいるのが必要。それがね、長年、数十年、百年積み重なった地球の贈り物って言った方がいいですかね。それがピートっていうふうに思っていただいたらよろしいんですね。土壌微生物が分解できないもの、どういうことかというとですね、例えばですけどね、スコットランドとか北海道の北部とかの寒い気候ですね、とても気温が冷たかったらですね、土壌微生物は活動ができづらいということと、あとはね、水分量がとても多い、湿気が多いというんでしょうかね、水分量が多いね、その草の残ったものとか土になってしまうとですね、なかなかね、そのようにですね、土壌微生物が分解できないんですね。よってピートはね、取れる場所によっても変わる。海に近いピート、山のピート、川に近いピートとかね、その時によっても変わってですね、プラスアルファ、その水分量によってですね、何でしょう、
水分が少ないピートもあればですね、泥のようなですね、粘着性があるといいますか、水分が多く含まれたね、ピートがあったりとか、様々なんですね。そうなんです。ピートは取れる場所によってですね、その香りが変わるっていうふうに思っていただけたらいいのかなと思いますね。例えば、ピートで有名なね、ウイスキーの本場といったら、スコッチウイスキーのアイラ島ですね。アイラの島、アイラ島。あちらはですね、海の近くにありますので、非常にね、なんでしょう、スモーキーさもそうなんですけど、海の塩とか塩の香りとかね、ヨード香的なですね、要素がですね、ピートに含まれる海の塩のような香りがあったりとかですね、逆にですね、例えばハイランドとかスペイサイド、スコッチのですね、内陸部あたりのものはですね、どちらかというとお花の香りとかですね、新お花の香りとか、そのような土の香り、厳しいね、大、ムーアですね、荒野の香りがね、するというようなですね、ピートを取るところによってもね、香りが変わっていくっていうのがね、一つポイントになるんですね。で、ピートはね、水溶性の高分子といいますか、水が含まれているのは多いのでですね、火で燃やすとですね、白い煙になって出ていきますので、ちょうどね、うまいこと爆芽にね、その煙がですね、移っていくっていうね、そういう作用もあるんですね。それで、出来上がるピートっていうのはですね、長年蓄積されたピートっていうのは、成分的にはですね、フェノール化合物およびポリフェノール、ポリフェノールおよびフェノール化合物によってですね、構成されているというふうに言われてますので、そのような形になりますとですね、先ほど申し上げたような石炭とかコークスとかですね、あとはスモーキーな香りプラス、フェノール化合物なんで、薬品臭とかね、ヨード臭、このような香りがですね、複雑に織りなす、それがね、ピートっていうふうに思っていただいてるらしいんですね。そのピートでですね、ウイスキーの原料となるモルトをいぶすとですね、絵も言えぬ燻煙香、スモーキーさ、プラス、場合によっては薬品香、人によっては苦手な香り。私はね、お酒の熟成はね、お酒の変態なんですけど、ものすごいああいうね、ピート香大好きなんですけどね。そういうね、香りをウイスキーにつけることができる。それがピートっていうふうに思っていただいたらよろしいんですね。ピートね、先ほど有名なウイスキーって言ったら、スコッチウイスキーのアイラ島、アイラの島のね、ウイスキーもそうなんですけど、日本の銘柄だったらね、例えばですけど、日華ウイスキーのシングルモルトのね、ヨイチですね。北海道のヨイチ。あちらもね、ピートね、いろいろ取れるんですけど、北海道ヨイチのですね、ヨイチ蒸留所のシングルモルトとかもね、ピートの香りがしたりとかですね。あとはこの、日本からこのスコッチに戻るとですね、スカイ島のタリスカーであったり、ブレンデッドウイスキーであったらね、このバランタインのね、17年とかも結構ピート香があったりとかですね、あとはホワイトホースの12年とかもね、ピート香があったり、ブレンデッドで日本で言うとですね、私がよく感じるピート香のブレンデッドウイスキー日本って言ったら、日華ウイスキーの、スペシャル日華、日華スペシャルやったかな。その辺がね、よくね、ピート香を感じるのかなというふうに思いますよね。まあ、それがね、ピートというもので、ウイスキーにスモーキーとかヨード臭といいますか、でも言えぬ癖になるようなですね、個性的な香りをウイスキーに与えることができる地球の贈り物、昔からですね、数百年蓄積された、数十年数百年蓄積された地球からの贈り物をですね、使用して出来上がるウイスキー、それをですね、いただくことができる。そういう地球の贈り物を、大地の味わい、大地の風味を味わうことができるウイスキーにはピートが付き物。その存在がピート、泥の炭、草の炭。泥の炭、草の炭、それがピートっていう風にね、思っていただけたらいいのかなと思いますね。では、今夜はですね、ピートで作られたモルトを使用していると思われるですね、思われるこのような銘柄、タリスカーやらバランタイン、そしてホワイトホース、アイラ島のシングルモルトたち、シングルマルトたちにですね、ピートに出会えることができて、ピートの風味を感じるウイスキーを味わうことができて、感謝の意を込めましてですね、乾杯しましょう。乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾上でした。塾上部、お酒